ですね、今、まあ、外が終わったんで、とうとう、まあ、今年のリフォームの着物を、電気工事ですね、それができるかどうかの判断と、今、ここにある、これがね、この足ワイヤーを渡さないと、テーブルの配線ができません。ので、上に上げるのと、どういう配線というかね、なんだろう、この釣り塚とかを通しても大丈夫かどうかを見たいと思います。あと、変なところに電気が、VVF ケーブルが入ってるんで、うかつにぶった切らないように、ちょっとそれを確認していきたいと思います。はい、ですね、今、天井裏から降りました。まだまだちょっと足場板乗っけたいんですけど、まあ、電気の工事するにも電気配線が痛いなって感じで頭痛いですね。まあ一応ここから明日行こうと思います。でカメラが届いたんで、もっともっといい画質のものになると思います。まあ今日はこれで終わりですね。ちょっと屋根裏行って絶望ですね。やっぱり電気工事士を取って、やっぱりそれなりに、なんだろうね、電気工事に関する知識とかが備わったから、その物の見方が増えるわけじゃないですか。でその物の見方が増えた上で、あ、しんどいっていうのを再確認ですけど、何がどうしんどいとかっていうのがね、輪郭をつけて分かってしまったのが、まあこれまたしんどい。まあちゃんとね、正規のあのやり方とか、あれだったらこうしようかっていうのがいっぱい見えてはきたので、まあそれでなんとかやっていきたいと思います。ではでは。はい、どうもおしまいです。今回の動画ではですね、せっかく去年電工にしとって、で今回の肝ですね、まあ、この時点ではですね、ケーブルが、まあ、1ソケットしか使えてないということで、すごいもったいなかったんですね。なんでかっていうと、50アンペアの溶変したくせして、あとは20アンペアソケットが8個あの分電盤にはあったんですけど、まあ、1個しか使われてないと。まあ前回っていうか、もともとの単相2000式の20アンペアの分電盤から今の50アンペアには豹変したんですけれども、まあいかんせん僕がですね、電気工事できなかったので、電工2紙を取るまでこれをお預けという感じになってました。まあ大体1年半ぐらいかけたかな。うん、まあようやくそれがですね、去年実りまして、まあお金があればできたんですけど、まあうん、まあ結局のところお金がなくなる金欠で、まあ伸びてきたっていう感じですね。で、この建物の天井なんですけれども、竿天井というものでベニヤの板を重ねて、できてます。そんで重ねている板を支えているのは何でしょうね、のぶちかな、のぶちよりちょっと太いくらいの木が、材がですね、天井に渡してあって、その上にあのベニヤを重ねて、作ってある天井になります。で、ですね、この物件買った当初はですね、もうずっと僕が花粉症なんだったんですよ、夏場ですら。でこれ絶対おかしいということで、まあいろいろ、まああの時は家買ったばっかりで、この家に対する知識なかったから、もうどうもこうもならなかったんですよね。で、電気はあの時はまだ買ったばっかりで通してなかったので、夜中トイレ起きたんですね。でもちろん電気ないから懐中電灯をつけながらトイレ行った時に、その懐中電灯の光にやたらめったらこうホコリが反射するんですよ。キラ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 、なんかこれホコリっぽいな、本当にホコリなのかっていうことで、ようやく気づきましたね。それで、あ、これホコリだと。で、そのホコリはどっから出てくるんだっていうので、まあその竿天井の隙間から、ベニヤの隙間からこう屋根裏に風が吹けば屋根裏のホコリが落ちていたという物件になりますね。まあ長かったですね。でなわけで、木
黄色い、ウールが見えるんですけど、あれが断熱材です。でその断熱材を引いた理由としては、そのホコリを、まあ、落ちてくるのどうにかしたかったっていうのと、天井裏で、まあ、断熱したかったっていうのはありますけど、まあ、それができなかったということですね。はい。でまあこれ足場板を渡してますね。これ梁と梁の間に、まあ隣が製材所なんで、それをもらって渡してます。でこれ梁と梁の間にこれがないと行き来ができないです、建物の。まあ一応はい、今日ですね、こんなにしなかったっけ、懐かしいな、シートが熱で、まあちょっとこんな感じなんで、さすがにね、こっちから持っていくのは難儀だから、ちょっと真ん中から行こうかと思います。八丈目から行きますわ。じゃあですね、あっちからはもう入れないんで、こっちからの方が多少は余裕があるんじゃねみたいな気がしたので、こっちから行ってみようと思います。はい、ですね、これここから登ることにしてます。これ建物のど真ん中に作った点検口で、ここが一番登りやすいんですね。なんでかっていうと、この建物のど真ん中に開けた点検口なんですけど、この建物、まあ建物かな、この点検口から見て右側は僕、画面の僕の左手側と右手側あるんですけど、あからさまに屋根までの高さ違うんですよ。梁の高さが違うから、おそらくここを起点として増築もしくは改築をされたんだなという感じですね。で決定的なのは、構造材があるんですよね、柱とか。そこになんか無駄に目覚めの穴が掘ってありますね。で多分昔ここ昔の天井の高さだったであろうところにもちゃんと目覚めが掘ってあるんで、まあ増改築をされた、もしくは、隣が製材所なので、そこからですね、解体した材を解体した材を持ってきて、それで作ったのかなみたいな物件ですね。まあ材にはこと書かない、ところだったらしいので、まあここから材というか、まあこの足場板、まあこれもですね、まあ2メートル近くは全部あるんで、これを上げるにはここしかないんですね。でまあこれ建物の何でしょうね、屋根までの高さが全然違うっていうのが一番きついところですね。怖えな、今飯って言ったぞ、これカモイだね。いやこれどうやって登ったっけ、カモイに足かけたんだっけな。あ、怖いな。なんかめきって言った。まあ一応これでいけるな。いや、これでいきましょうか。よいしょ。カモイが外れたら、まあ、なるほど。ですね、ここに来てですね、まあ、天井裏に上がるのが久しぶりだったから、どうやって上がってたっけなっていうのをね、完璧になんか忘れてたんですよ。だからどうもこうもなんかこう、どこに足をかけたら大丈夫なのかっていうのを全く忘れてたんで、それが一番怖かったですよね。ちょっと踏み抜きそうになったところだってあったし、でこれ一回踏み抜いたらもう終わりで、まあ地面というか、まあ床まで落ちますね。
はい、まあそれは俺の体重が重いからっていうのもあるし、まあ竿天井自体脆いし、で実はこれ断熱のために敷いてあるこのウールに対して結構持ちこたえてないなっていう感じなんですよ。なんでかっていうと天井裏と天井の表ですね、そこにも実は貼ってあるんですよ、室内断熱をするために。なんで意外と両表ウール貼ってあるんですよね、タッカーで打ち付けてあるから、それが結構細い竿に応えてるっぽいんですよ、応えてるっぽいんで、ちょっとこれ怖かったですね。でこれがだいたい玄関の上らへんですね。でこういうところばっ、こういうやつばっかなんですよ。もうジョイントボックスが一番安いやつで済ましてあるんですけど、近くに落ちてるんですよ、ジョイントボックスの蓋っていうか、クリア、プラスチックのやつがね。でなんでかって言ったら多分ジョイントボックスケチってるんですよ。本来だったらハイハットだっけな、ナイスハットか、ナイスハットみたいな、そのジョイントボックスといっても結構いっぱいあるんですけど、血栓をするまでに長めに外装シースを抜いたとしても大丈夫なように、高いやつがあるんですよね。なんでそれ使っとけば、ああいう風にポコンポコンって一回はギュって押し込ん、血栓したやつを押し込んでカチッと止まるんですけど、その後は、ね、起きてくるんですよね、血栓したジョイントボックス内で血栓した。でまあこんな感じの作業をまあえっちらおっちらずっとやってましたね。でちなみにもうここの今ここはまだ天井が高いところですね。でこれをもうちょいですね逆の方向行ったらもうこの足場板の上をほふく前進ですね。はい、だからそれくらい建物と構造として屋根の高さ、ま、屋根までの高さが違うんですね。梁これ切ってあるんですよ、これ分かります？一瞬チラッと見、あもうなるほど、あれだな、録画止まっちゃう、すぐもうカメラが届いたんで明日からカメラ切り替えます。まああとここですね、はい、まああと私と私ですね。でこう照らしてみるとかなりね電気工事も見なかった。まだ VVF ケーブルはまあ引けば引けるだろうぐらいですね。でまあ多分屋根の際の屋根の三角ですかね、梁があって屋根が高い、屋根の一番ね三角形、等辺三角の一番大きい角度の大きいところ、そこは行けるんですよ。でもそこから軒の下に行くにつれてもう入っていけないんですよね。だからギリギリブレーカースイッチ分電盤まで屋根の裏を伝っていけるかなっていう感じで、多分建物の際まで VVF ケーブル出せないっすよ。なのでこの時点でまあ結構建物の真ん中寄りまでしかコンセント増やしたりとかケーブル出せねえなとか、そんな感じなことは感じてました。でもまあ結構電気工事士、電気工事まあまあ、前の売り主の時にやったのがひどいなって感じでしたね。全部ジョイントボックス外れてましたからね、そりゃ外れるよっていう感じで、まあ築50年の古民家ってこんな感じなんでしょうね。はい、そんな感じです。ではでは。